ソレックス製のキャブレターソレックスはフランスの機械製造企業。かつてキャブレターと原動機付き自転車ベロソレックスで知られていた。ソレックスは1905年にマルセル・メンネッソンとモーリス・グードドによってラジエーター製造企業として設立された。第一次世界大戦後にラジエーターの製造は少なくなっていき、キャブレターの製造にシフトしていった。 ベロソレックスベロソレックスはソレックス社が開発しかつては自社でも生産を手掛けていたモペットと呼ばれるカテゴリーの原動機付き自転車である骨太のフレームを用いた自転車に原動機を組み合わせた原動機付き自転車の原種とも呼べる武骨な構造とデザインにより1920年代の登場から今日に至るまで根強い人気を維持し現在でもハンガリー国内において 小規模ながら、ライセンス生産が継続されている。日本においても1974年からの数年間、ダイハツが、ノックダウン生産を行った。板金加工による鉄製のフレームを組み合わせた、頑丈な自転車本体の前かごの部分に、ストロークエンジンを据え付け、エンジン回転を上げるに従いその遠心力で、バネが伸びることにより、クラッチをつなげる、自動遠心クラッチと、 前輪踏みずらに密着させたローラーを介して前輪に駆動力を伝えることで推進する構造の前輪駆動を基本構造とする。現行モデルでは、車体、ホイールなど多くの部分が鉄製で、エンジンカウルや、トーカルイ、グリップ部などが樹脂製となっている。ホンモペットは、現代の乗り物としては、構造が特殊ゆえ、使用する上で、いくつかの特別な操作を必要とする。 ここでは本モペットへの理解を深めるため操作方法について特に解説する。本モペットは登場時の設計から基本的な部分の改良はされておらず、それゆえに現代の原動機自転車と比較することで多くの端緒を発見することができるが、技術の発展の経緯をたどる観点などからそれらの端緒を魅力と捉えることも可能であることから、本モペットにおいては、 長所と短所が表裏一体と見ることができる。e ソレックス e ソレックスは近年復活したソレックスにより製造された電動モペットで定格出力400ワットの電動機を搭載しており、日本では原動機付き自転車の扱いとなる。ありがとうございます。